石井忠明石井忠明定信症初代電信局長石井忠明から1901年1月1日は幕末の佐賀藩市明治時代の政府高官。伊海君党は十三味君二党日本国営電話事業の創始者旧定信症初代電信局長近景館志向鉄道の井上勝、郵便の前島ひそか 前身の石丸康代と並ぶ、低身四天皇の一人、通称、佐田幸信、元佐賀藩士で、中村倉之助らと共に、繁栄三越海軍所の教官として勤務した。明治元年3月に開催された、日本初の観観式では、機関電流丸に座城し、5隻とフランス海軍から派遣された一隻の、計六隻からなる、受越艦隊の総指揮官を務めた。 母親戦争では政府軍に属して佐賀藩海軍の洋春岩戦将として函館に出生。その先行を明治天皇より称され先行録50国を課しされる。海軍中佐の時軍部を去り公部将に移籍する。土木、電信の事業に関わり1875年にはヨーロッパ各国の電信事情を視察する。1880年には 電信局長に就任する。1883年には上海に出張し、現地の電話交換局を視察した。日本においても、早急なる電話事業開設の必要性を感じ、帰国後、公部教、佐々木孝之に対し、国営電話事業の開設を権限する。この結果、国営の電話事業が始まり、忠明は日本で最初に電話通話を行った。 1885年、ドイツで開催されたバンコク電信会議には日本政府代表として出席した。1887年には、低信省電信局長から元老院議官に抜擢された。1889年には、和歌山県知事に転任する。1891年に、非職。1892年4月28日、異岸面本館となり退官した。 1896年1月16日、近景観志向を仰せつけられた。晩年は和歌山県で余生を送った。1901年死去。ありがとうございます。